今回はボンキュッボン自称峰富士子が登場。ルパンのハートを盗んじゃうぞ。今週も始まりましたバチダン TV、 皆さんこんばんは。さあ、さやちゃん、はい、どういうことですかね、これはね本当にね、今回ね、ちょっとなんかただちょっと連絡はありました、うん、連絡あったの、うん、なんてなんか今回忙しいから、うん、ごめんって。いや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 、全然意味わからないんですけど忙しいからごめん、ね、ありえないでしょ、スタジオに来れないっていうことが、まあ、本当に起きちゃったけど、でもちょっといないと、うん、なんか寂しい。寂しい、ね、いやでもちょっとね、あのエロメガネ親父がいないのもいいかもしれないけど。いや、寂しい寂しい。さあ、今回はね、うん、まあ、山野さんいないですけれども2人でね、はい、頑張っていきましょうね。はい、はい、それでは早速企画をご覧いただきたいと思います。どうぞ。実は稲森泉と中島美香と同じ中学校だよ。本日は金馬さん流行ってに来ております。おお、それちょっといいね。でしょ、ちょっといいね。だから間にヤドゥが挟まるわけですよ。あ、え、中島美香の先輩に当たるの。先輩に当たる、しかも2校上の先輩、3年生の時に1年生。ほう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 。で、稲森泉は弟が1校上でした。美術室に稲森泉の絵がありました。俺さんの店、稲森泉ってちゃんと書いてある。ほうほうほう。その絵は見たから、うん、多分俺もびっくりになれるんですよ。あの、ね、ちょっと苦笑いしてるから。え、ゲストが苦笑いしてるから、早い入れろよって顔してる ね。呼びます、来ます、じゃあ来たいみたいなんで。はい、じゃあ呼びます。どうぞ。タン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 、峰富士子よ。今のはすみません、ピーを入れるかさ、ちょっとうるさいんでですね、らしいですね、キンキンするので。いや、僕あんまりお会いしたことないんですけど、そうですね、はいはいはい、いつもね、オープニングでは拝見してるんですけどね、はい、ありがとうございます、ね、松ぼっくり持ったりとかね、はい、峰富士子したりとかあの、どういう風に接すればいいんですか。前回ね、さやちゃんの時はすごいテンション高い感じだったけど、まあ、それはバリーがね。あ、バリー、私も詰めてこようか。ほらほら、うるさいでしょ。詰めてこようか。うるさいゲスト、めいちゃんですけれども、本日はですね、はい、あの、初打ち棋士プレゼンバトルをしたいと思います。初打ち、はい、なので皆さん、打ったことない台を打ってもらって、いかにプレゼンできるかもそのままです。そして今回はディレクターが最終的に判断しますんで、おポイントとなるのはどこなのかも考えながら打ってもらえればなと。大丈夫、めいちゃん。大丈夫。やっぱり信頼とかね、いろいろありますから。あ、まあ、そっか。信頼も打ってないのもあるか、うん、出てくるんで。はあ、はあはあ、はあ、うん、やっぱりそこはね、いろんな台、もっと打てない台をね、うん、選びたいと思いますね。何、行こうよ、もう。今回お邪魔しているホールは金馬車ハヤト店。11月のテイクアクションは店舗周辺美化で、パチンコ440台、パッツロ200台を設置しているお店だぞ。さあ、メインはこちらの CR ルパン三世、ルパンジエンド、こちらのですね、信頼で実戦を行っていきたいと思います。ちょっとね、やっぱり信頼だけあってすごいいつも人がいて座れないんですよ。で、今日たまたま1台だけ空いてたんですよね。なのでゲットしました。さあ、ここで、ルパンで実戦を行っていきたいと思うんですが、まずはね、あの、この新しいルパン、カスタムが一番初めにできるんですよ。これが新しくついたので、せっかくだからこれを楽しみたいんで、こちらをね、いっぱい出るようなカスタムにします。よし、これで実践したいと思います。峰富士子を意識しためいちゃんは、ルパンのハートを盗むことができるのか。さあ、ということで初打ちキスということで、私選んだ台は戦国コレクション2でございます。意外と本当に1回も打ったことないです。ていうか、いや、パチンコパチスロって戦国ものってたくさんあるんですけど、どうしても僕の中で、戦国ものとかで女の子を主役にするのが僕の中で抵抗がありまして、完全に僕の個人的な見解ですけど、そういう台は、避けてきました。なので本当に厚打ちです。確かにヤドゥの好みじゃない気がする。でもプレゼンはしっかりやってよ。スイカっすね、多分スイカが出るたらチャンスメか。あれ、もう一回来たの。
緑だから。あ、スイカ外れの強チャンスで。高角行こうとか。ここで割って。あ、鬼ヶ島チャレンジってなんかあったな。赤文字。ダメや。本当にあの残念ながら鬼ヶ島チャレンジには入らず。で、ガッキーは何打ってるの？打ったことない機種、こいつです。ランマ2分の1女バージョンですね。ガッキーは羽物をチョイス。すると早速入った。どうなの？V ね、 V に入れば当たりです。おお、入った、入った、一発。しかもこれ何ラウンドか、3か。まあまあでも超速いですよ今の。なんと開始1回転で大当たり。これぞまさに羽物って感じだな。いろんな楽しみ方ありますけど、やっぱり球の動きを見て楽しむ、これが一番ですね。まあ、初めてのだけ分かんなくて多い、打たないということが多いと思うんですけど、まあ、こういうふうに基本的なスペックが分かっていれば意外とどういった地でも楽しめますので、僕としてはね、こういうふうにどんな球の動きで当たるのか観察するのも楽しみの一つ。当たるまでの過程が目に見えて分かるからね。おー、熱い熱いよ、2個。うわー、全く同じ動き、全く同じ動きだ。めっちゃ広い、めっちゃ広い。右行った右行った、これ熱いでしょ。右は今裏から登ってます。さあ行け、頼むぞ。ここはここだ、こっち。えい、もう2回目。あ、しかもチャンスが入りましたね。よし、7以上なのか。お、行った。 16?7?7 か、7ですね。あ、分かった分かった。ここを越えていけばこの赤いところに入るわけですね。さあ、ということで知らんモードから、背景青だったんですけど、そんな熱いチャンスアップもなく外れると思ったら、あの勝利して、海星ハラッシュ A2 に突入しました。確かこの画面も何かあったはずですよね。あの、このシナリオが8つあるんで、であとはステージに D6 そう、パネルパネルが今一瞬消灯したので強チャンス目かな。強チャンス目、よし。よし、3桁100ゲームあのせいです。今のはちょっとあるっすか。ほら、あとそうだ、ほら、ロボニアンドライブ特化ゾーンっすね。ここで7ぞろい高確率ゾーンのロボニャンドライブに突入。ちなみにカットインが発生した時点で7ぞろい濃厚だから気合を入れてってもう終わりそう。マジか、来なかった。継続確定とはならなかったけど、残りゲーム数は100ゲーム以上。いや、今日のヤドゥは一味違うな。打ち始めは武将は男じゃないととか言ってたけど、なんだかんだ言って楽しんでるんじゃない。大泥棒ゾーンに入れましたね。こっから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 、これ見た？今なんか虎の保留。
めいちゃんに大チャンスとなるトラアイコンが。そしてさらに、あ、なにこれ見た、今なんかトラの保留なんか出たよ。あら、キューキュー言ってる。なになに、お、なにこれ、お、3D のやつだ。これ来たんじゃない、これ来たんじゃない、ほら、お、藤子、藤子出たよ。藤子出たらかなりいいよね、暑いよね、これ来たんじゃない、来たんじゃない、当たりじゃない、これはこれは当たった、2で当たった、これ使ってないんだけど、ルパントリガー使ってないんだけど。ルパントリガーは使わなかったけど、何はともあれ大当たり。初回の図柄大当たり時は必ずゴールデンタイムに突入するから、トリガーを引くチャンスはまだまだあるぞ。あー、やばい、回避、あ、捕まったし、ちょっと嘘でしょ、早くない、早くない、お願い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 、あー、お、復活来ました、タイプライター魔女の女ミーテ藤子です。やったー、すごい、サーチライトが派手派手、ミーネ藤子登場で復活大当たりと、ここでヤドゥの第2。さて、もうどうしようかな、やめようかなと思ってたところで124ゲームなんですけど、修羅モード入って1回外して、その後鬼ヶ島チャレンジでそのまま直当たりでございました。世界制がラッシュです。ステージはヤドゥは気づいてないけど、実はこの画面シナリオ5が濃厚。シナリオ5は1セット目が継続率 1% で、2セット目以降は 100% 継続するというもの。つまり1セット目が超重要なんです。さあどうだ、あれ、ちょっとちょっと、この後鬼ヶ島チャレンジに突入するものの、 AT ゲットとはならず。一方その頃ガッキーはというと、お、連続で入った、連続で入ると1個こっち行くんですよね。そうすると V に入りやすいけど、上止まっちゃったか、あー、もう行った、ナイス、行こう行こう、あ、まだあるね。そう、ここで熱々っていうボイスも入ったんですよ。それでここ組んでた、さっき来い、これこれ弱い、玉の動きを徹底して楽しむ楽器。今ね、片や演出を楽しんでいるめいちゃんはというと、ネタに入ってて一回レギュラーボーナスで一回当たったんですけど、それでまた終わっちゃいました。とりあえず今3連チャン4連チャン入ってます。おお、これ来てほしいな。おー、いやー、でかい。お、見て、出てきた。おー、やっと撃てた。また、おー、撃てば撃つほど増えていくのね、これ。ついにルパントリガーを楽しむことができたメイちゃん。この後も連チャンは続き、見事8連チャンを達成。今回は初めて打つ機種をプレゼンするという企画だったけど、大のいいところを存分に見せてくれた3人。ちょっと説明が足りないところもあった気はするけど、初打ちということでそこはご愛嬌。発表します。はい、全員お上手でした。
全員お上手で全員良かったってこと？3人良かったです。珍しい。まさかの全員そう。3人とも頑張ってました。はい、じゃあめでたしめでたしと。ちゃんと楽しさを伝えてくれたってことで、今回は花丸をプレゼント。今後も見応えのある実践を楽しみにしてるからよろしく。あのそういえば、はい、川柳なんかディレクターさんから聞いた話によると、はい、いろいろなんか考えてるって言ってたんだけど、そうなんですよ。いろんなとこで撮ったりだとか、うんうんうん、バリエーションをおで撮ってきました、うん、もう来たんだ、撮ってきたんだ、はい、温泉で。え温泉ね、ちょっと涼しくなってきたし、うん、ちょうどいいですよね。わ、やばくない？温泉で川柳ってことはそうです。もうかなりセクシーな興奮してきた。マジ、はい、やばくない？もうあれでしょ、もうちょっとポロリしちゃう的な感じ。このかなりセクシーな感じってことだよね。期待してください。楽しみ、はい、ぜひ皆さん最後の最後までご覧いただきたいと思います。ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。さよなら。超タイプアシストしたいお隣さん、来週も見てね。